稲見の彫刻を言うたら、もとより稲見加賀藩の御用大工いう大工がおるんですよ。稲見大工いう大工がおって、まあ要するに加賀藩から給料もろとったような大工さんがおって、そこへ瑞泉寺浄土真宗のお寺こう何回か焼けて、そう再建ということで、それに京都から前川三四郎という彫り物師が携わって、でそれが200数十年前、その人に大工さんの中のちょっとそういう適応注文か細かいことができる人が習ったというか、でそれでだんだん習ったのが一番最初なんですよ。お寺の彫り物だけやっとるところは日本中に何か所もあるんですよ。その中の稲見は一つやったと思うんですよ。でもそれが次のこんな住宅の欄間というものに発展脱皮して、で次の新しいものを作り出したのは、まあ、稲見がたくさん人が増えたのが一番大きいように、まあ、初期の自分はやっぱちょっとごつめですよ、それ硬い感じはします。稲見彫刻イコール即欄間みたいに言われるんですけども、それは長い稲見彫刻いう200数十年の歴史の中の超ロングランナーヒット商品だったと思います。なんぼはうちのせいなんですが、白雲は白い雲で描くんですけども、これは親方のうちのおじいちゃんが習ったうちが五雲井で5つの雲なんですよ。母島五雲井ですね。でその雲を1ついただいて白雲と、それは親方からもらった名前なんですよ。それがおじいちゃんがもろた、それを今父親が継いで、今私が継いでるんですけども、おじいちゃんと父親もそれなりに、まあ伝統はずっと引っ張っとるんですが、スタイル得意とするものは違うんですよ。多分まあその時期があると思いますが、寺物から住宅の欄間に移行するちょうど年代に育ったのが初代なんですよね。だから、うん、おじいちゃんの親方が一生懸命欄間というものに挑戦してたんですよ、ええ、そのだからまあ稲見彫刻の中高の層なんですよ。大島五分というのはもういろんなことに挑戦しとるんですよ。図案見とってでも、だから2代目は多分初代が作り出した欄間とか、もちろん寺門もやりながらですけども、それを今度は確立してったというか、それをヒット商品にまで持ち上げてった世代。まあ、そう時代がそうさせるのかなとも思ったりしますけども、欄間がほらこの需要も落ちてくるわけですよ。だからまた需要落ちしても、なんか仕事を調布してからなんかな、おのずと自然に初代みたいにいろんなものにチャレンジしてからな、どっちかというと私は初代に近いかもしれませんね。初代がと一緒のことを二代もしたことの一緒のことをしとったら、それは伝統潰れますよ。私伝統なんかっていうのは脱皮の連続やと思いますので、脱皮専門はどんなもんでも潰れると思います。なんで言うと周りが変わっていくんですから。だから一回常識を全部ひっくり返してしまって、そこからもう一回考えたら必要な原点だけが見えてくるわけですよ。そう思ったら何でも一回否定してかかって、そこからすると案外発想は出てきやすい。私はそう思う。最初はやっぱこの私は伝統の世界で打ち弟子の中で張ってて、まず一番模倣から張るんですよ。真似から張っていくんですよ。怖い。だから私だから本当基礎はものすごい重視しますから。人間楽なところで走るもんね。
それはやっぱ職人をダメにする。楽を求めることはいろんなことで改革していくということでもあるんですよ。ある面便利になっていくということやけど、だけど職人言うたら私は根本的に勘を養うもんやと思うんですよ。だからそういうもんが研ぎ澄ますだけなんですよ、ここは。だからそれをこうやって引っ張り出してやるというか、だから勘を研ぎ澄まさないと、そのためには便利さっていうのは逆に邪魔するときあります。まあ、昔の人ご苦労して覚えた仕事を今時代進んだからで楽に覚えれるかいから、昔10年かかった、まあ、そんなもんもありますよ。10年かかったもんを今2年で覚えれらんかいから、そうでもない。もう体に染み込ませないと。私はそれが職人やと。技術できるようになったら好きなようにすればいい。でも身につけるまでは一生懸命やらないと。職人仕事というのは歴代の人の、ね、積み重ねなんだよ、はい、で一番最初の人が語を勉強したら、でそれを苦労して語まで行ったとするでしょ。で次の人になろう人は初めは語になろうた人からなろうわけですから、で語の人から語じゃねなかなか取れんもんなんですよ。語の人からなろうとええとこ参加しほどなんですよ。だからそれにプラスアルファしていくんですよ。仕事はことを別のものを足していったら、そしたらまた6か7になるでしょ。別に ここにはならんかけるものもあるけど、こっちにない新しいものを足していくわけですから、そしたら今度は7ほどです。その次の代が逆に今度はまた8でも9でもなるわけです。だから自分の力でなしに、ずっと昔からの人の蓄積の上に自分がおるという感覚は私はあるから、だから自分はなるた以上次の代に渡していかにゃあかん。だから後継者も育てないと、それは使命やと思うんですね。